はい、コントローラーの操作なんですけども、はい、ここの×がジャンプになってて、ジャンプ、はい、ここの四角で、攻撃ボタンになります。はい、あ、わかりました。その2つだけなんですか？この2つだけですね。またスタートとか。はい、わかりました。じゃあやっていきますか。決定ボタンが、確か四角かな。はい、あ、はい、はい、わかりました。じゃあもう、はい、大丈夫ですか。じゃあいきまーす。スタート。いきまーす。お、女の子ばっかり。お、女の子ばっかりなんだ。どうしようかな。すごい、みんな可愛い。可愛いね。可愛い。目でかすぎ。え、一人だけ目が。目大きくて可愛いよね。可愛いからこの子にしようかな。はい、可愛い可愛い可愛い。ボスイントロダクション。紹介が始まって。お、なんか見たことあるね。伐採プリンセス。伐採プリンセス。伐採していく。怖すぎでしょ。見たことあるような感じで、なんか乗ってる。乗って、トロッコに乗るの？え、トロッコに乗って、何してんの？え、死んだ。え、な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 、え、な、死んでない、これ。え、ない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 。え、死んでるじゃんこれ。え、何が起きた。え、ない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 、もう一回、もう一回、もう一回、よく分かんなかった。で、え、死んでるってこれ多分、え、下に入ったんだよね。で、今死んだんじゃない？何も動かないですか？え、な、何これ。え、動かないんですけど。え、自動で死ぬゲーム。何これ、ベンコレみたいなゲームこれ。何、これやってればクリアできるのかな。別の面やってみましょうか。あ、別の面やってみましょう。びっくりした。じゃあどうしようかな。あ、この子かわいい。この子かわいいから、今回しよう。もしかしたら鬼畜ゲーの部類かもしれないです ね。鬼畜ゲー、うん、鬼畜ゲーかもしれない。お渡し機みたいな。そう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 。死んでない？え、何これ？え、ちょっと、ちょっと、ちょっと、始まって、え、ちょっと起動し直しましょうか。すいません。何この、え、新しいなと思ったけど、そういうんじゃないんだね。で、まあ、バグみたいなことかな、ね、まあね。びっくりした。じゃあまあこのね、あ、まあ空いてる間に P さんのね、宣伝といいますか、高速マリオ、まあ、ポケモンとかね、ぜひ見てね、くださればと思います。すごい楽しんでね。で、高山さんとも、ね、うん、実況するかもしれないんで、ホラーゲーム、そうそうそう、ね、今度撮るので、撮る、今度撮るので、撮るので今決めました。あ、今決めた。今決めたんで、よろしくお願いします。あと、画面の上部に出てるね、高山のツイッター実はありまして、NICO、TAMAKAM で、最後 A ないです。ニコニコ高山ですので、はい、よろしくお願いしますと。P は、ニコニコ。P さんも上にありました。上にありました。あるんで、はい、ニコニコ PPPPPP かな。自分ではあんまり覚えてない。自分なんか、ね、P の数が分かんない。多分P さんファンの人は大体知ってるっていうね。すごい、P の数を当ててくるっていうね。P の数何個ですか？自分で分かんないんですけど。当てるゲームやります。当てるゲーム、当てるゲーム、当てるゲーね。で、まだゲームの方は、ちょっと難しいっていうね。ちょっと待ってください、うん、あ、はい。じゃあまあコメント読んで、ね、雑談していきましょう。みんな知ってる、うん、6個有名。嬉しいな。で、まだ高山さんの、A がない、最後の A がないっていうのはあまり認知されてないですね。なんかね、 A 打てなかった。A 打てなかったって何。酔いすぎでしょ。違う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 。いや、直そうとしても A 打てない。何なの、わかんない。しっかりしてくださいよ。あれじゃないの、キーボード、高山さんの、うちのキーボード、エンター、エンターね、反応しないんですよね。その時も A が反応しなかったんですか。かもしんないね。なんか覚えにくいんですよね。高山さんフォローする予定ないですか。めっちゃでかいし。おー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 、そうそう、はい、すいません。頑張らないと。頑張らないと ね、はい。焼肉のね、ツイートとかね。焼肉、焼肉マニアなんで。焼肉マニア、はい、でも P さんもね、焼肉好きで。あ、好きですね。全然誘っても来ないからね。それは行かないんですけど、個人的に行ってますね。そう、俺の焼肉ね、誘い断っといて、うん、お金ないから無理って言っときながら、同じ日に別の焼肉行ってるっていうね。そう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 。他の人と行ってるって。そう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 。ひどいよね。いや、それ予定があったから。本当ひどい。あ、そうそうそう。しょうがない、しょうがない。しょうがない。しょうがないよ。最近行ってる、最近。あ、来週行く。あ、来週行く、ね、来週一緒に焼肉行くんで、はい、来週、はい、そうそうそう、今日もともと断られてたんですけど、うん、今日ご飯行って P さんに奢ったらね、焼肉、うん、そう、あ、そう、行くってね。そうそう、やっとご飯でね、釣れましたね。そうそう、まあ、その後出したから、買い出しっていうか、ね、ああね、はい、買い出しでお酒、お金出し、これ P さんにいただきました。ごちそうさまです。全然飲んでないけどね。
で、このコリラックマは何なんですか？コリラックマ、これは僕今突っ込まれてましたけど、コリラックマ大好きで、あ、大好きでね、家にめっちゃあるんでね、家にコリラックマいっぱいいますんで、ね、ぜひ、リラックマ、コリラックマ好きな人はね、可愛さアピールね、そう、可愛さアピールしていきましょう。めっちゃアップされてるけど、あー、ちょっと近いんじゃないですか、近いんじゃないですか、顔NG だそうだよ、放送事故になっちゃうからね。ツイッター書いてもらってありがとうございます、ね、コミュニティもちゃんと実況してるからね、高山さんは。落ちちゃったかわいそう。リラックマ、ね、家にいっぱいコリラックマあるんで、全然目開いてなくない？え、頑張って開けてるのに目開いてないよね。あ、ピンさん眠そうって言われるもんね。いや別に眠くないんだよね常に眠そうっていうよく言われる、まあ、今 何時ですか？あ、時あったんだ、3時半。すいません、お待たせいたしました。モンスターエンジンって何？モンスターエンジン、あの芸人 の, 芸 人, の芸人さんの、はい、モンスターエンジンさんっていうのがいて、その片方に似てるとらしいですよじゃあゲーム画面出していただけますでしょうか。すみません、お待たせいたしました。 あ、はい、あれ来てないかと。今度比較動画あげるか。比較動画あげていい？と言いますと、え、何の？そのモンスターエンジンさんの顔と高山さんの顔がなんかだんだんこう同じになっていくようみたいな。来ましたね、はい、じゃあ今度こそ、ね、これはいけるでしょう。次こそは、はい、はい、音出てますかね。はいはい、はい、すいません、お待たせいたしました。いきます、スタート。よし、さあ今度こそこの目のでっかい子ね、伐採プリンセスをやっつけに行きましょう。おお、始まった始まった。あ、何すればいいのこれ、自動的にベンゼン、ベンゼン、え、何ベンゼンじゃない、ベンゼンじゃない、いやいやいや、ゲーム違うよ。何もしなくてもクリアできるゲーム。おお、すごいね、本当にすごい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 、え、自動アクションゲーム。なんだ、なんか敵いて、なんかした方がいいのかなあ、なんか出た、これで攻撃した方がいいのかな。一応出しておいて、え、余裕そう。あ、なんか食らってる。でもあ、一応ちょっとやってる絶対ジャンプした方がいいでしょ。そうだね、ジャンプできた、できた。何もしないとダメージ受けて、ね、壊れちゃうんじゃないですか。舐めすぎた、ごめんなさい。で、なんか竜みたいなの出てきて、あ、これ、はいはい、なんかすごい動きが激しすぎてついていけない避けられないんだけど、あれ、え、難易度高いですね、これ。ないな、でも打ってるだけでしょ、今やってんの。今打ってるだけ、たまにジャンプしてる。たまにジャンプ、ジャンプはどうやんの。ジャンプは××でジャンプ。そう、やっ、お、よっしゃ、あ、倒した倒した、さすが。こっからですよ、始まるの。こっから始まる。お、なに、今なんだった今なんだった あ、これで追いてと倒すのかな。あ、逃げながら攻撃すると、口の中かな。え、やばいやばいやばい、結構すごい難しい。え、なんで戻ったりするの。あ、ここチャンス。とりあえず雑魚敵を倒し蹴散らして、え、やばい、これ、え、ちょっと待って、むずい、ここ連打け連打け連打け。でもまだいけそうじゃない、全然。あ、敵の HP が分かんない、やばすぎて。ここ安全、ここ安全だ。お、倒した、さすが。よしよし、なんだかんだクリアしちゃうから。あ、でもそっか、伐採プリンセスが待ってるのか。これ1個だけ壊して打ってんのかな。あ、2段ジャンプは、あ、2段ジャンプできる。じゃあこれ壊して、2段ジャンプができるので、水中ではジャンプ長押しで、なんか飛んできてるちょっと読みたいんだから、ジャンプ長押しで受けるよ、はい、長押しでね、まあ得意じゃないですか、水の面は。あー得意、あー得意ちょ待って、これどうやって取るのどうやって取るの、無理か、まだ。そうだよ、何回も当たってもいいんだから。あー、しよしよし、いつもやってるのに比べたらね、楽なもんじゃないですか。後ろの、うますぎないこれ近距離でしょ。あ、でこれこれこれ、あ、1回しかダメだよ。マジで何この。あ、回復した。そういう子、そういう子、そういうことね、はいはい。なんかゆっくりすぎて難しい、ちょっと徐々に近寄ってこないでよしよしよし。あ、そう、うまいね、2段ジャンプの存在忘れちゃった。2段ジャンプできるのね。あ、大事、まだこれご了承。これよく見て、てよく見て動体視力いいな、ほんとに。よしよし、2段ジャンプで言って近寄れば倒せると。え、そんな連続で来るのか、難しいね。で、ステージ最初から、あ、途中からだからね、今やってみ、
やってみてください。近くと